ゴリです。アイリキです。せーの、ウタレンです。せーの言った？そのままの勢いでいけばよかった、はい。はい、というわけで、はい、今日はなんか今日は外ではないです。ですね、はい、ウタレン×ラーメンイロハという第2弾ということで前回そちらの、ね、外で撮らさせていただいたんですけど、はい、綺麗なお姉さんと一緒に、はい、寒い中ありがとうございます、ね、お兄様と一緒に、はい、おひげつながりでございます、ね、結構無茶言ったねでもいつもあの僕たちねもちろんお昼ご飯にはねお世話になってる、ね、こちらからでも、はい、ありがとうございます。今日もですね、僕はですね何食ったの。激辛味噌ラーメンを。ああでもゴリでも味噌チャーシューか、激辛味噌チャーシューですね。ちょっとあの辛いのはそんなに得意ではなかった。いや好きなんですよ、うん、好きなんですけど、うん、あの得意ではないと。何めんどくさいよそれだから好きなの辛すぎるのはダメ、うんうん、で僕はあの最初買った時に激辛の激が抜けて見えてて辛味噌ラーメンなるほど、激辛買っちゃったって感じになっちゃう、ね、でもその激辛って確かに辛いんだけど、うん、嫌な辛さじゃない。あのすごいね味噌がねあのマイルドな感じでね、うん、その辛さをちょっと和らげてくれるんですよ、うんうんうん、ただですねちょっと唇乾燥してましてライブ中にも言ったんですけど唇が痛かったっなるほどねヒリヒリしちゃったっていう、ね、ただうまいっす。なるほど。特にあのね僕ら名古屋出身なんでね味噌っていうのは馴染みが深い。ああそうだね好きだね、うんうんうん、味噌ラーメンいいですよ。いいっすね。俺初めてあの白エビを食べさせていただきまして、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。あとなんていうんですかね、なんかもともとあのそのブラックのあのラーメンの方もすごくなんか魚の出汁の味がしてすごく僕たち好きなんですけど、そういうのがなんか塩エビびっくりするほどなんかエビの風味があって、はい、しかもあの僕ネギ玉ラーメンの方を頼んだんですけど、ネギわっさー入っててネギなんか畑から取ってきましたぐらいの勢いぐらい入ってて、わって入ってたねいやでもね、ネギ好きの僕としてはもうめっちゃ嬉しいな。ネギネギ、ネギネギ言ってるもんね本当にね。いや、でもあれなんですよね、あのなんだかんだこう町田にこう僕ら頻繁に来てるので、はい、あのいろはさんのメニュー大概食ってますブラック、白エビ、味噌ラーメン、僕は激辛も今日食べましたんで、あと食べてないのつけ麺と昭和の中華そばです。そうですね。なんで次回また第3週僕らこちらに来ますんで来るんですけど、その時はですね、どちらか行こうかな。暖かかったら気温がね、そうなんですね。つけ麺行こうかな。やってないんですよね。つけ麺なんかやってないんですか。夏限定って。あ、本当だ、うん、だからあとは夏に、そうですね、そうですね、夏にね、あの始まったらまたつけ麺はいただいて、じゃあ次回はもう僕のメニュー決まりましたね昭和の中華そばこの動画でお前それ言う必要あったん。いやいや僕は次これ食べますみたいな。あ、なんで僕が嘘ついてると思ってる方は、うん、ね、次回第3週の木曜日、多分、1時半から2時過ぎぐらいの間ですね。そうですね、こちらにいると思いますので、そうですね、皆さん確かめに来ていただけると、はい、確かめに来ていただけるとじゃあ次回はあれで食べてるところをもう収録という形でよろしいでしょうかそうですね、すげえなそれ、まあ、その収録風景も見たい方はぜひいろはさんに来てください。遊びに、そう、一緒に美味しいラーメン食べましょうと、はい、2人バカ2人が普通にラーメンうまそうに食ってますなんだそりゃどんな絵だ。いやそれもそれで面白いかもしれないけど、はい、まあまあまあでもね、ぜひぜひいろはさんの方にも遊びに来てほしいなと、はい、思います。いや、なんか僕らばっか喋ってて大丈夫ですか。いや大丈夫です。あ、もうなんか十分チェンジしていただいてるこんなんで大丈夫なんだ。いやいや大丈夫です。ほんここのラーメン美味しいんで、本当に皆さん遊びに来てください。そしてまあ第1第3週、町田のミュージックパークの方で、はい、歌連の方とね、いろんなアーティストが集まる、ミュージック、まあ、ライブっていう形でね、はい、いろんな形で、まあ、今町田の方盛り上がっておりますので、ぜひぜひ遊びに来てほしいなと思います。みんなが来てくれないとね、寒いのでせやね、まだこの時期はそうだね、まあ、みんなで温まりながらね、みんなでね、こう風をね、こう塞ぎながら、そうそうそう、ね、ちょっと寒いなと思ったらラーメン食べながら、うん、持ち出しダメか土下座したら、そこは止めようよ。え、そこは、いやいやいや、僕ちょっと若干ステージの上で食べたいなという勢いがあるんで、ひどどんぶりさえ返してもらえます。いや、どんぶりはね、ちゃんとお返しにあがりますから。いっちゃった、いつかやるぞ、ほんとに。この50メートルぐらいの距離、デリバリー
はい、でそろそろあの CD のあそうですね、あそうですね、忘れてました、肝心の、はいはい、完全にあのラーメン屋に居座ってました、はい、ですね、はい、ただいま僕たちの、ファーストマキシングル歌れ、紡ぐ糸ですね、こちら販売中でございます、はい、3月31日まで僕らのワンマンの日までですね、はい、で、なんとか1000枚完売を目標に動いております、はいはい、残り、300枚ぐらい、そうですね、なんとか行きたい、なんとか行きたい、1日10枚そう、なんとか行きたい、1日10枚で足りるか、1日10枚で足りるな、1日10枚計算です、そうだね、はい、3月とりあえずね、はい、まあ、ぜひ、ね、皆さんの力を借りたいなと思いますけども、うん、まあ、あとね、これからも、このプロジェクト終わってもね、もちろんあの歌れまたあの町田の方にも全然来ますので、はい、僕ら毎週木曜日は町田の日と決めてます、そうですね、どっかにいますので、ね、ぜひきっと路上どこかで夜か夕方ぐらいからね、やったりね、はい、まあ、もちろんそういうライブにも参加したりとかしておりますので、ぜひよろしくお願いします、はい、というわけで、はい、じゃあそろそろ締めたいと思いますけども、はい、よろしいでしょうか、歌れんかけるラーメンいろは、はい、でした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。